どこに行くんだ？こいつは思った以上に大きいな。ここなら確かに何かありそうだな。人工島の中に入る目印ってことなら、こんな大きなものを建てるのも納得できるね。文字が書かれているようだが、かなりかすれているな。読めるか、アンペル？読めはするが、なんということはない。土地の安寧と豊穣を祈るお定まりの名分だな。まあここが秘密の入り口ですと書くほど、クリント王国の連中もバカじゃないだろう。というわけで、ここで鍵の登場となるわけよ。レント、そこら辺に鍵穴とかあるでしょ？ないぞ。は？そんなでかくてよくわからんものを入れられるような穴なんかどこにもない。あれ？そんなはずは。どこかに鍵穴が隠されてたりするのかな。それこそ錬金術か何かで、あるいは単純に年月で生まれたか。みんなで探してみよう。お前たち3人は記念碑自体と土台を見てくれ。私とリラは周囲を一回りしてみる。わかった。じゃあ後で。どうだったと聞くまでもなさそうな顔だな。うん、鍵穴とかそれらしい細工はないみたい。おかしいな。絶対ここだと思ったんだけど。ここに同じくらいの大きさのくぼみはあるんだけど、はめてみても何も起こらないし。アンペルさんたちの方も何も見つからなかったんですか？ああ、枯れた噴水にも足を伸ばしたが、それらしいところはなかった。高台に全てを埋もれさせるほどの土量はない。何かあるなら地表に露出しているはずなんだが。いきなり行き詰まっちまったな。そもそも島に入るって考え方は合ってるのか？改めてそう言われると、人工島って聞いた瞬間ここだってひらめいたんだけどな。実際に住んでるお前の勘を信じたいところだが、記念碑以外に心当たりはないのか？あとはもうどこも横並びかな。じゃあ全員自分がそれっぽいと思ったところを手分けして探すことにしようぜ。現状他に打つ手もないな。やってみるか。それじゃあ後で隠れ家に集合だね。よし、鍵穴捜索作戦開始。やっぱり
これが一番怪しいんだよな。私の勘がそう言ってるんだけど、くぼみにはハマるけど、やっぱり何も起きないな。気のせいなのかな。どこに行くんだ。トレッペの高台にあるのと同じようなのだし、なんかくぼみはあるけど、トレッペの高台のとは形が違うな。そもそもはまらないや。どこに行こうかな。これもトレッペの高台にあるのと同じようなのだな。怪しいな。なんかくぼみはあるけど、トレッペの高台のとは形が違うな。はまらないや。みんなどうだった？ラーゼン地区の方を探してみたんだが、そもそもあっち側は目立つ遺跡がないんだよな。つまりなかったんだね。あっさり言うなよ。タオの家にも寄ったら、あいつまだ本の山の中でうんうんうなってたぜ。そっか。クラウディアの方はどうだった？旧市街から南の水没した地区まで古そうなところを回ったけど、目印になるような場所はないみたい。旧市街はほとんど島の人間が何百年もかけて壊したり建て増したりしちゃってるからな。私は島に残る森や人間の踏み込まない海岸線を見てきたが、隠れた遺跡らしきものは発見できなかった。私も港からボーデン地区までをもう一度細かく調べ直してみた結果、収穫はなしだ。これやっぱりここで使うものじゃないのかな。こんだけ駆け回らされた後で今更間違ってたってのは勘弁してほしいぜ。ああ、みんな集まってるね。見つけたよ、あの鍵の使い方。え、本当？またずいぶんあっさり分かっちまったな。で、どこなんだ？さっきレントが来た時に言ってただろ、あのトレッペの高台の記念碑だよ。え？でも鍵穴は見つからなくって。使い方が違うんだよ。つまり記念碑のくぼみに入れることで機能するんだ。もうやったわよそれ。え？真ん中にある、それがぴったり入るくぼみでしょ。当然はめ込んでみたよ。上下左右もひっくり返して。あれ、そうなんだ。おかしいな。確かにここに載ってるんだけど。ふーん、確かにライザがやったのと同じ方法だな。長い年月を経て鍵もくぼみも壊れてしまったのかもしれん。そんな、せっかく見つけたのに。直そう。そのための錬金術だよ。クリント王国の錬金術でもおそらくは最高レベルの道具だぞ。修復できるのか？修復じゃなくて、最初に見つけた時に感じた力を石碑に伝えられるよう改良するってのはどうかな。なるほど、良い発想だ。わかった、お前の考えた通りにやってみろ。うん、任せて。どうしようかな。どこにしよう。
あ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何作っちゃおうかな。どれを強化しようかな。どこに入れようかな。ちゃんと考えないとね。どうしようかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。何をしようか悩んじゃうな。とりあえず何か入れちゃおうか。どこに行くんだ。頼むよ、何も起こらないでよ。やあ、これやあ、毒があるんだよね。怖いけど、必要なら取らないとね。よいしょ。どんな毒でも毒は毒だ。くれぐれも扱いには注意しろ。どこに行こうかな。どれを使おうかな。面白いもの作っちゃおう。面白いもの作っちゃおう。どんなのができるかな。すごいものができちゃったかも。
重そう。ボトルよ、開け。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。よっ。気をつけた方が良さそうだ。せい。おや。行くよ。行くぞ。くらえ。おや。せい。これを使うか。あ、ほらよ。いうときは行くよ、行くよ、おや、せい、少し止まっていろ、まあこんなものだろう。よいしょ、そーっと、そーっとね。毒があれ、少し本気を出そうか。みんな、一緒に決めるよ。行くよ。せい。くらえ。おや。くらえ。当たるといい。チャンスだ、チャンスだ。頼んだ。くらえ。せい。なんだ。くらえ。アンペルさん、お願いします。いつでも行けます。こういう時はせい。行くよ。くらえ。せい。くらえ。いや。抑え込むぞ。行くよ。行くよ。せい。さあここからだ。行くよ。さあどんどん進もう。まだまだ。よし、あった。毒があるから気をつけろ。間違っても口に入れるな。肩慣らしにもならねえな。行くぞ。行くよ。行くぞ。レッド、先に頼む。行くぞ。もう終わりかよ。しようかな。どこに入れようかな。どうしようかな。どこにしよう。
いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだ。さあ、何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、で、どれにしようかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。どれを使おうかな。どうしようかな。どれだけ作ろうかな。これでどうだ。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どうしようかな。どこに。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。これでどうだ。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。やった、鍵を改良できた気がする。これを記念碑に使えば。早速トレッペの高台に向かおう。どこに行くのかね。ああ、こんなところだったんだ。くぼみはここだよ。タオに言われなきゃ今でもそれっぽい鍵穴を探し続けてたかも。ありがとうね。ああ、本当によく気づいてくれたタオ。あ、いや、実は少し前から書庫の半分以上が整備に関する本だってことに気がついてさ。内容が建築理論と実践だったから、まず専門用語を習得してからと思って、そっちは後回しにしてたんだ。で、人工島とか入り口って話にピンときて、整備の本を調べてみたらこの図があったってわけ。タオの家はこの島の手入れを役割とする家系だったのかもしれんな。タオ君のご先祖様は錬金術師だったのかな。それはないと思うよ。錬金術関連の本は全然ないし。あ、まあ僕の家のことなんかより、ライザ。うん、うまく言ってよ。
これが人工島空間への入り口だ。この下に行けば俺たちの島の本当の姿が拝めるってわけだ。行こうみんな。すごい、すごいよ。これが全部人工物だなんて。いや、僕らの島が全部そうなんだ。遺跡どころじゃない。信じられません。こんな大きなものを本当に人の手で作れるんですか？ああ、信じがたいことに作れたんだよ。クリント王国時代の錬金術ならな。結果的に避難所として役立ったというから、本来は別の目的のために建造されたのだろう。何のためにってのはあえて聞かねえけど、どうせろくなことじゃないだろうな。にしても、うん、私たちがなんてことなく暮らしてた空間島の、これが本当の姿なんだね。まだまだ奥があるよ。行ってみよう。しっかり作られてるようには見えるけど、天井落ちてきたりしないよね。中身はなんだ。水はなくなってからその大切さに気づく。やあ！それ！やあ！どれだけ必要だ。まだ持てるぜ。わあ、この光景。ああじゃない、構造僕知ってるよ。中核重要制御、そう書かれてた部屋だ。タオのやつ、ここに来てからやたら元気だな。まあ多めに見てやれ。得た知識を実体験で答え合わせするってのは最大級の快感なんだ。ここは何の部屋なんでしょう。複雑そうな仕掛けが。さすがに私も見ただけではな。タオの言葉通りなら島を制御する中枢のようだが、どうだタオ。ああ、これは儀式の細部じゃないんだ。あれ、もしかしてこの構造も知ってる。すっかり没頭しちゃってる。
タオ。やっぱりそうだ。あれは儀式じゃない。これをここを動かすための手引き書だったんだ。やっぱタオ、いい加減戻ってきなさいよ。何がどうなってるの？ごめん。僕の家ってアンペルさんが言った通りだったみたいだ。この島を整備する家系ってことだな。察するに、それはこの島の制御装置というところか。僕が散々本の中で見た儀式のようなものは、この人工島を管理するこれの動かし方だったんだ。こっちは地下にあったから劣化もしていないのか。そもそも島の中にあるこれは何の装置なのだ？そういえば人工島って作った後に何をするものなのかな。麦を入ろうって命令したらそこいらに入るとか、魚を取れろって命令したら浜に魚が打ち上がるとか。そんなわけないでしょ。で、言えるほど分かってないというか。タオ、どうなの？ちょっと待って。見せろかな。次。あった。よく見せろっと。これが島の状態かな。アンベルさん、わからないところを一緒に見てほしいんだけど。わかった。これは島の全景か。人工物の部分だけを示しているのか。周りのこれ潮流だと思うから、そんなことは。あれ、ってことはまさかこの島って。二人してボソボソ何を。ライザ、大変なことになっちゃった。それともとっくになっちゃってたのかも。二人とも顔色が。一体どうしたの？どうしたかといえば、そうだな、ようやく事態の全容が判明したというところか。本当？でもそれにしちゃあんまり良くないことなのかな。あんまりではないな。以前から全ての問題は湖の潮流の変化によって生じたと推測していたが、その潮流が変化した原因はこの島が動いて位置が変わったからだ。はあ？島が動く？そんなバカなことが。この島、元から湖の底に接してない。湖に浮かんでたんだよ。それがもう動力が切れる寸前で沈みかけてる。島は動いてるっていうより流されてるんだ。それって何とかできないの？わかんないよ。落ち着けタオ。ここは一度アトリエに引き上げてみんなで考えを整理しよう。行けるところが増えたね。それじゃあ改めて話をまとめようか。簡単に言えば、空剣島は錬金術の力によって湖に浮かんでいたが、その力が衰え始めている。結果、島はわずかずつ漂流し、湖の潮流が変化した。このまま放置すれば遠からず湖に沈むことになる。なんとかならないんですか？なる。はあ？なるのかよ。理屈としては単純だ。島を浮かべているもの、すなわち衰えた錬金術の動力を補充すればいい。じゃあ今すぐそれを調達しなきゃ。まあ待て、問題はここからだ。あの部屋にあった動力らしきものを調べてみたが、簡単に作れる代物ではない。今の錬金術はおおよそクリント王国のものを元にしているが、継承し損なったものも多い。
でかい構造物を動かすだけの動力源を作る技術もその一つだ。特に素材がな。錬金術師に技術があっても素材がなければ調合のしようがない。じゃあもう手詰まりってこと？一応それを得る手がかりはないでもない。おいリラ、こいつらなら言わなくてもそのうち気づく。なら悩む時間を無駄にさせたくない。お前たち、かつてクリント王国が多大な労力を払い、いくつもの門を開いた理由を思い出せ。あ、お前たちが異界と呼ぶ我らの故郷に奴らの錬金術を支える資源があったからだ。でもあそこを掘り返して調べるなんて、それこそクリント王国の奴らと一緒じゃねえか。今はそこにこだわるべきではないだろう。お前たちの故郷を救うためだ。リラさん、すまねえ。分かった。向こうにはフィルスタもいるから、そう簡単に調査には行けないだろうけど、考えてみる。ライザー、ちょっといい？動力が戻る前提で一つ大事な話があるんだ。後でもう一度あの地下の大部屋に来てくれないかな。うん、分かった。何作っちゃおうかな。どうしようかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。どこに入れようかな。さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れよう。うわ、いい感じ。さあ何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。さあ何を入れよう。うわ、いい感じか。さあ何を入れよう。いいものできそうな予感。さあ何を入れよ。いいものできそうだよ。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよ。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。さあ何を入れよ。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。いいものできそう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいものでどれにしようかな。これ、さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。あれにしようかな。何を使おうかな。これとか良さそう。これでいいか。カンカン叩くよ。お、いい感じ。どれを鍛えようかな。どこに行くんだ。
ずっと住んでた島の下がこんな風になってるなんて考えたこともなかったぜ。やあ！やあ！薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。やあ！僕たちくらいじゃないかな。結構すごいことやってるよね。やあ！液体って重たいんだよな。それでタオ、大事な話って何？ああ、見てよ。ここに3つの大きな装置があるよね。あるけど、それが？いろいろ調べてみたんだけど、実はこれ、炭水化装置なんだ。炭水化って、なんだ？あ、もしかして、湖の海水を真水に変えるってこと？え？ああ、真水って水のことだよね。え、マジかよ。それってつまり水が作れたりするのか？うん、これが人工島で暮らすために用意された本来の水源なんだよ。トレッペの高台と防電地区にある噴水がこの装置で作った真水を流す場所ってことらしい。どっちも水が枯れてるのはこの装置が止まったせいなの？うん、装置が壊れてからかなり長い時間が経ってるみたいだ。あ、まあどのみち動力がないと動かないけどね。なんだ、やっぱりダメなんじゃねえか。動力の方も全然目処が立ってないってのに。そんなことはないよ。希望が見えてきた気がする。うん、僕もそう思う。だからライザに話したんだ。希望だって今の状態が？確かに装置を直す、動力を確保する、あとモンやフィルフサの件、いろいろ問題は山積みだけど、今までの何もわからないままじゃなくなった。私たちが頑張れば届くかもしれない。それこそ希望なんだね。随分とか細い光だな。でも確かに目指す先は分かったとは言えるのか。やれることをやれる限りやっていこう。少しずつでもいいから、みんなで。あ、そうだ、ボースにも教えないと。あいつも知っておいた方がいいと思うし。こうしてみんなと外に出るの楽しいわ。どこに行くんだ？北の果ての塔に住んでいる島は人工島と来たか。そう簡単に信じられる話でもないが。まさか疑ったりはしないよね。あの門や異界を見た後だからな。それで止まった水源の方はどうするつもりなんだ？うん、動力は今のところどうしようもないけど、まず修理だけはしておこうって思ってる。修理に必要な部品を大急ぎで調べてる最中だよ。調べる本がいっぱいある分、探すのが大変だけどね。急いでくれ。盗人の牽制なんか惜しくもない。あんな玉、俺は今すぐにでも壊したいんだ。ボス、盗人ってのがブルネン家のご先祖様のことを言ってるのなら、私はその人に感謝してるよ。何？その人は私たちと違って塔を目指す理由なんかなかった。ただ行きたくて
悪魔の野に踏み入った。その先で誰もいない場所で水を出し続けてた玉を水源が止まって困っていた村に持ち帰ってくれた。それに今こうして私たちが島の危機を知るきっかけにもなってくれた。全部事実でしょ。それはそうだ。まあ持ち帰った玉を村で威張るのに使ったとこだけは気に入らねえけどな。レント混ぜ返さない。とにかくあんたの言うブルネン家の勇敢さってのは本物だと思うよ。分かったから早く何とかしろ。坊ちゃんと休校は温めてきたか。報告は済んだかだろう。ちゃんと済ませてついでに嫌味もぶつけてきたよ。そうよかった。あのな、じゃれてることはクラウディアにはお見通しね。でも確かにボスが言ったみたいに急がないと。いよいよ歓喜が来るね。門の監視は継続している。淡水化装置を復旧できたら一度聖地まで探索に行こう。ああ、ここからは時間との勝負だな。なんとかしてみせる。絶対に。